ズノオシムベアへようこそ。今回もね、ドラゴンボールフィギュア紹介したいと思います。まずね、はい、こちらじゃじゃんとね、ブラッドオブサイアンスペシャル、はい、それの悟空ですね。スペシャルカラーっていう風になってますね。これがね、まあ最近なんですけれども登場して、もう見ればわかりますけど、髪の毛がすんごい真っキンキンなんだよね。これすっげえ、これなんかかっこよさげなんだよね。これね、キラッキラしてそう。なのでこちらをね、はい、紹介します。あとね、ついでなんですけど、まあちょっとね、紹介が遅くなったんで、もうね、いろんな方の動画見てると思いますが、こちらですね、ドラゴンボールスーパー孫悟空フェスからその8ということでね、悟空の、身勝手の極意、はい、こちらもね、一緒に開封しちゃいたいと思います。まあ、もちろんね、この2つ、両方ともね、取ってきたんではなく購入したんです。はい、ということでね、紹介していきましょう。ではまずね、どっちからいこうか、フェスの方から、開封していきたいと思います。はい、フェスの方の悟空から、はい、まずビニールの状態ですね。上半身に下半身に支柱が、2本で台座、こういった、こう、袋詰めですね。はい、ではね、早速、組み立てちゃいましょう。はい、組み立て終わりました。見ていきましょう。こちら、いやーこれはかっこいい。いや今更なんですけどね、いやこれかっこいいわ。すげえ、うわーめっちゃかっこいい。これさすが中澤さんだね。いやー超かっけー。もうポーズも躍動感あるしね、もう何よりね、もう似てますよね、やっぱね、うん、表情とかもう造形が素晴らしい。この人はいやーすっげー、うわーめっちゃいいね。これはマジすげえわ。うん、まあ、紹介が随分遅れたけどね、うん、自分の場合は。いやーこれはかっこいい、本当にかっこいい。これ、うん、これは手に入れて正解だな。はい、ということでね、次は、ブラッドオブサイヤの方を開封していきましょう。はい、はい、一応ブラッドオブサイヤンの方袋の状態まで持ってきました。はい、見てみましょう。まずはね、台座ですねに、支柱、でっかい支柱で、下半身で上半身、そして頭、テカテカですよこれ。ピッカピカ、すげえこれ。はい、こんな感じだろう。早速ね、組み立てちゃいます。はい、ブラッドオブサイアン開封じゃなくて組み立て終わりました。はい、見ていきましょう。こちらめちゃくちゃかっこいい。これやばい。これ見て、これすっげーかっこいい。なにこれ、すごいとしか言いようがないんだけどね。もうちょっと浮いてる感じもねいいし、もう道着もね結構つや消し感を出してて、あとねこういうすごい陰影がねすごいうまく使われててね、うん、もう
塗装も完璧ですねこれね。裏ほらこう色が全然違うんですよね、うん、水色と、青、うん、ライトブルーにブルー、うわすっげえ。でこの気候波を打つようなこのポーズめっちゃんこかっこいいこれ。で表情ね、これめちゃくちゃかっこいいよこれ、やばいねこれ。結構ね自分が持ってる悟空フィギュアの中でもこれは結構もう上位に食い込んでくるようなかっこよさですよこれ。これプライス品で出しちゃうぐらいのレベルっていうのはねもうすごいね。マジかっこいいこれ。いやこれはねすっげえ気に入った俺。いやねちょっと予想以上だね。あの予想でもねすっごい結構かっこいいなと思ってたんだけど、実際問題ね手に取って間近で見ると凄さがわかりますね。いやこれはマジ半端ねえわ。うわすごいね。やっぱ影になってる場所が色が濃くなってるっていう感じですね、うん、そういうところもなんか二次元っぽくなってるっていうのがねすごいですね。うわーよくできてるわこれ。はいはい、ということでね、まあ、2体並べてみましょうかね。はいはい、こんな感じでね。いやーもうほんとね二つともかっこいいけどね、もうこれはねちょっと予想以上にかっこよかった。だってこの箱のねこの段階でかっこよくないですかね。この箱のこの写真ですげえかっけえ。これで緑がねほんとライトアップするように輝いたらもっとすごかったんだけど、そしたらもう完璧し半品レベルだよね。これはいい。ということでね、まあ、次の動画もねちょっと予告しておきますが、ちょっとね、要望がありましたんでね、こちらの、はい、ドラゴンボールマンチョコスーパー、はい、こちらを開封したいと思います、はい、これねもう一つドラゴンボール Z マンチョコがあるんですけど、これ関東と関西で違うんですね。発売時期は同時期なんですけど、関東がスーパーで関西が Z で先行販売らしいですね。まあどっちにしろドラゴンボール Z の方も関東に来るんですけど、まあどっちがどっちっていうね先行販売方式取ってるみたいですね。どうりで関東探してもねえわけだ Z ちゃんと調べろって話だけどね。はい、ということでね、次回、こちらのドラゴンボールマンチョコこちらをね、果たして、ワンボックスでね、コンプできるか、そちらを、紹介していきたいと思います。ぜひねこの機会に、チャンネル登録またね見ていただけましたらぜひねいいね、うん、グッドボタン、押してください。よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。